こんにちは、宮本大地と申します。画家をしています。今回レグヌムコート京都さんの3階で作品を展示させていただいております。モチーフとして車がよく登場するんですけども、その理由は何ですか？僕自身が車を好きっていうのもあるんですけれども、その車を通して昔のものを自分の感覚で新しく変化させたいという思いがあって、懐かしい車を主に制作しております。車が好きとのことなんですけど、子供の頃から何か影響を受けたものとかってありますか？ちょっと小さい頃からミニカー遊びっていうのがすごく好きだったので、やはりそこら辺の幼少期の遊びの感覚っていうのが今でもすごく制作につながってるなと感じています。絵柄がすごいカラフルだと思うんですけれども、宮本さんは好きな色はあるんですか？僕は青が好きで、作品でもよく青が登場します。